皆さんこんにちは。配当優待チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画はテレワークに関連した株主優待銘柄を2つ紹介します。もともと働き方改革でも注目されていたテレワーク。今回の新型コロナ騒動で一気に注目度が高くなりました。新型コロナが収束しても社会全体の動きとしてテレワークへのシフトは ほぼ間違いないいなと思いますこの動画を見ていただければ今後成長が期待でき,るできるテレワーク関連でなおかつ株主優待を実施している銘柄について知ることができます投資をしている方に是非見ていただきたい内容となっていますのでどうか最後までご覧ください配当優待チャンネルではその名の通り高配当や株主優待に関する銘柄そして 注目のテーマに関連した銘柄などを取り上げています投資をしている方や投資に興味がある方にとって有益な動画を投稿していますのでぜひチャンネル登録お願いしますそれでは早速今回の動画について始めていきます3681の V キューブ創業が1998年マザーズへの上場が2013年 東証一部への昇格が2015年の会社でウェブ会議などのコミュニケーションサービスを提供していますその他にも遠隔医療やネットでのセミナー開催の支援なんかもしています権利確定は12月100株100 12万1100円で1万円分の個室ブース利用券がもらえます 個室ブース利用権については自社グループで運営するスマートワークブースのテレキューブという施設で使うことができるというものです株価は4月1日の高値1483円から272円18.3%下がっている状況自己資本比率 39%DE レシオ1倍 流動比率103%ということで健全とは言えない財務状況 ROE1.2%ROA0.4% と低めです配当成功が70%と高いですが予想の配当利回りは0.1%と低めです優待利回りと合わせて総合利回り8.2%となっています v キーブの売上高について見てみます でこぼこな感じです。2015年12月期から大まかに言うと60億、72億、66億、80億、64億となっています。当期純利益2015年12月期からプラス9300万、マイナス5億2700万、マイナス30億3500万、 プラス4億5600万、プラス3400万という感じになっています。今後の動きに注目していこうと思います。3915のテラス会 a a m a z o n w e b サービスのクラウドシステムを導入するための支援をしたり、システムの開発をやっている会社です。権利確定は2月 100株29万1000円で1000円分のクオカードがもらえますクオカードについては100株以上保有していれば一律に1000円相当です株を長期で持っていても変わりません株価は2月13日の高値3585円から675円18.8%下がっている状況自己資本比率59% DE レシオ0.1倍流動比率177%ということで債務的には安心していいと思います営業キャッシュフローマージン比率が15.7%と高くていいですし営業利益率7.8%というのもいいです ROE7.8%ROA5.7% ということでお金を稼ぐ力もなかなか良さそうです ちなみに、純利益率が営業利益率よりも高いという理由は、特別利益で計上される投資有価証券の売却益が多かったためです。仮に、特別利益がなかったとしても、ROE が極端に下がるというわけではありません。 配当金は出していなくて、優待利回りの0.3%が総合利回りになります。それではまとめです。今回紹介したのはテレワークに関連した銘柄のうち、株主優待制度を実施している V キューブとテラスカイでした。皆さんは今回紹介した銘柄についてどのようにお考えですかご意見など、どしどしコメントお待ちしています。 それといつも高評価ありがとうございます。とても励みになります。これからも皆さんにとって有益な情報を発信していきますのでチャンネル登録していない方はぜひ登録してください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もお楽しみに。バイバイ。